に残ってるその優待というか、はい、そんなもんどんなもん？普通に僕実家全焼してるんですけど、うん、その時に家見つけなきゃで、もう事故物件ばっかり見繕われたんですよ。はいはい。で家見えるからと思ってバッて行って、不動産屋さんがゴリ押ししてきたんですよ。うん、いいですよいいですよ、ね、ここ住みましょうよって言われて、最後手まで握られて、うん、一緒に住みましょうって言われて、いいはと思ったら、すいませんお待たせしましたって玄関から不動産屋さん入ってきて、パッて前向いたらいなくなってたんですよ。おー、なるほどなるほど。完全にルックが不動産屋さんだったんですよ。はい。